これチャターで。どうも、はじめまして、おはようございます。小南です。他のチャタとかはやっぱその地取りがないけど、このモグチャの一番の特徴はやっぱ地取り。しきた。まあ、よく基本にしてんのが、このジャバシャット、まあジャバシャット刺すのが基本なんですけど、ちょっとこう、普通こっからなんですけど、ここ。この横から見て、こう穴が開いてる方ね。水が抜けたら穴が出るように。だからさらに血取りが出るのと、で、僕がメインにしてんのは、この、だいたいジャバシャットのね1002本目ぐらい、ここに基準にして、もうちょっとこっちから抜くと、この終わりぐらいから抜くとさらに血取る。でもうちょっと手前にまっすぐ刺すと血取らなくなるんで、これを基準に考えて血取らしたいか血取らしたくないかと、あとまあまあ、クランクとかでもそうなんやけど、この I1 のですね、これをね、うまいことこう、この縦合いと、この針と、うまいこと一直線になるように、まあ、ペンチでセットして、今こっちから見て、この横合いと縦がきれいにこう、十字にクロスするように、やるのがね、まず、うまい地取りを出すのが効きなんですよね。で、まあ、あとはこれブレード、これはまあ これがノーマルのモンスターのモグチャやったらまっすぐなんですけど、こっちに倒せばより血取る、でこっちに曲げると血取りにくくなる。それとこの刺し方をうまいこと組み合わせたら、いろんなマギスピードに応じたチャーターのモグチャの血取りが出せるんで、それをうまいこといろいろ使い分けているっていうのが基本ですね。血取るようにセットすると、こっちから血取るようにセットしたら、ちょっとした力ですごい血取りやすいんですよ、遅いスピードでも。だからここはちょっと水深が、まあウィードトップが2メーターぐらいなんですけど、2メーターに合わすとこれぐらいのスピードで引かないと、まあボトムスレスレは来ないじゃないですか。この場合はさっきの血取りやすいセッティングによりセットするんですよね。そしたらこのスピードでもボトムのウィードのトップの上で血取ってるから、逆にウィードとの間隔が狭い時は早く曲がないとダメなんで、でもその血取りやすいセッティングにして早く巻いちゃうと、もうぐるぐる回ってしまうんで、逆に血取りにくくしておくんです、セッティングで。そしたら早く巻いたらちょうどいい血取りになるんで、このモグチャのやっぱキーはいかにこうその場所にあった血取りを出すかがキーとなってくるんで、まあ試してください。
また丸もみで切り替えたっすね。一瞬の千鳥がキーなスモグちゃんはね、それずーっとグルッババババッと来てなくて、バーッと来てる中の一瞬の千鳥、これで結構やられるんです。で濁りがプラスされると、そのすごい見失ってしまうモグチャを、でスイッチが入る。普通のルアーっていうのはやっぱ平打ったりするけど軌道はあんま変わらないから、バスの視界上から完全に消え去るから、もう千鳥った瞬間に、だからすごいスイッチが入る。だスイッチの入モグチャでスイッチの入ったバスっていうのはもうすごい、もうこの辺まで追いかけてきて、こうピックアップするじゃないですか、もうそこでずっと読むでまた入れるとボーンって言うから、60ぐらいのがそんなんなるってなかなかねないんで、それがやっぱすごいスイッチの入りようやなと。モンスター、モグチャ。まあ今日はメインはね、もうほんまもうモグチャメインで、春のアフター狙いってことで頑張ったんですけど、まあこのモグチャね、まあこれから、梅雨明けてサマーパターンを迎えるまでは全然楽しめるんで、で、まあ、何個各地どん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 上でこれから伸びてくると思うんで、そしたらもっとこうモグチャの活躍する場面が増えてくるんで。まあこれのすごいとこはね、まあ巻き戻り厳しいというピーカンベタナギみたいなとこ、そういう日も全然、むしろそういう時の方が強くぐらいで、ピーカンベタナギライズアップしてくる光景とかがたまに見えるんでね、まあ、そういう結構迫力のある光景が見えたりするんで、ぜひとも皆さん一度使ってみてください。でね、それパターンが終わって、夏が終わって秋を迎えたらさらにもっと楽しいことになるんで、まあ、その時忘れずによかったらぜひ使ってみてください。では今日もありがとうございました。